ウクライナのエフゲニー・プリュータです。ダブルトーループ。トリプルフリップ。トリプルサルコ、トリプルトーループ。中盤へ来て2つのトリプルジャンプをうまくまとめました。ウクライナのエフゲニー・プリュータです。
全体的にいかがでしたか。そうですね、組み立て方が最初静かな音から入りまして、中盤で少し熱くなってですね、はい、また最後にまた静かで終わると、ええ、でその一番最後の静かなところにトリプルジャンプを2つ持ってきているということで、はい、まあ、前半の密度がジャンプの密度が非常に薄かったんですけども、後半でしっかり締めて終えたということが言えると思います。フリーダさんの得点、テクニカルメリット、テクニカルメリットが出ます。 5.6 もしくは 5.1 から 5.6 という幅です。 5.2、5.1、5.4、まあ、やはりジャンプだけではないんですけれども、もう少し前半中盤の密度が濃いと楽に得点が上がっていきますよね。この後は表現力プレゼンテーションです。ショートプログラム第4位、エフゲニー・プリュータ。プレゼンテーション5.6、プレゼンテーションは高いジャッジで 5.6、 低いジャッジは 5.2。 この時点でプルシェンコの初優勝確定、そして4回転ジャンプを初めて飛びました本田武史は2位、逆転して2位に食い込みました。3位は中国の李選手です。エフゲニー・プリュータは第5位。以上をもちまして、男子シングルフリーの競技を終了いたします。